外来種の花、サルビアガラニチカ、別名メドウセージ、ノーゼンカズラ、アガパンサス、ワルナスビー、マリーゴールド、百日草ジニアがあります。それぞれの動画は再生リストにまとめてありますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは、私が独自に開発しました方法をお役立ち情報として皆様にお伝えしております。まず、外来種を駆除しながら、植物の場合は草と木を分けて燃やして灰にして、そこから得られる灰で窒素固定作物を育てて、そして地面を肥やす。そのことによって、市販の肥料を買わずに済む灰を起点にする無機農法。それが独自の方法として、まず一つありますね。そして二つ目としましては、連作や量産が非常に困難であると言われるスーパーフード、栄養たっぷりのカイアポイモ。これを連作量産できる方法を開発したものがあります。さらに三つ目としましては、滋養強壮と若返りの妙薬、女帝子。これを大量に作業用の古民家のところで発見しまして、その果実を漢方のコーヒーとしてふんだんに使うことができます。まあそうしたものの説明や、あと周辺の環境にある外来種、それらを紹介したり、それらの活用方法などを紹介することをやっております。食料危機が叫ばれておりますけれども、こうした外来種を駆除しながら資源化して、なおかつ市販の肥料に頼らずにいろいろな農産物を生み出していく。それから野生のものを活用する。そうしたことによって、現在の農業の問題点を解決できる糸口になればいいなと思って、それで情報発信しております。情報提供の中でお役立ていただけるものがありましたら非常に幸いです。こうした情報をできる限りいろいろな人たちで情報をシェアしまして、それで豊かな生活を目指していきたいというようなことがあります。興味のある方はぜひコメントもしくは連絡先へ連絡の方お願いいたします。あと農業に付随するものとしましては、地元のお祭りが五穀豊穣を祈るお祭りでもありますので、その時期になりますとお祭り関連の動画が割とアップされるんではないかっていうふうに思います。あとそれと農業に関しての本を書くにあたって電車の移動時間なんかを結構それに当ててますので、その書斎にする車両に関してのレビューなんかも動画として上げております。お祭りチャンネルとか鉄道チャンネルっていうわけではないんですけれども、そういった方面の方にもお楽しみいただけるものではないかなっていう感じで思います。あとは肥料に関連して海水ですね。こちらの海水に関してもそれなりに肥料以外にどういう使い方があるかっていうこともやっております。合わせてご覧ください。はい、今回はですね、ちょっと物騒なものについて取り上げてみたいと思います。今回取り上げる物騒なものというのは、実は麻薬に関するようなものなんですね。麻薬と言いますか、まあ結局消しなんですけれども、薬物としてかなり中毒症状を引き起こす、まあ、モルヒネ含有の危険な植物ですね。それが身近に生えていたっていうことなんですね。種類は厚みげしっていうふうなものなんですけども、この外来種、結局のところ、愛知県の渥美半島に最初上陸しまして、そこから拡散していったっていうようなものなんですね。それでアヘンの原料になるんですけれども、それは消し坊主っていう、まあ、身の部分ですね。そこを傷つけた時に出る、まあ、液体が固形化したもの、まあ、それを原料にするわけです。それで、ただ、この厚み消しなんですけど、その消し坊主はそんなに大きくないんですね。ですので、これからモルヒネを抽出するっていうようなことをしますと、かなり手間とか労力がかかりすぎて、まあ、それやる人はいるのかなっていう部分はあるんですけど、ただ、どうしても欲しい人はやっちゃう可能性があるので、ですので、警察とか保健所とかに届け出して、それで駆除を任す。まあそうしたことが必要になってくるわけですね。見つけたら通報しないといけないというふうなものでございます。そういうやばいものが住宅地にあったんですね、これが。まあそれで、その住宅地にあるものをまずは駆除して、で、しかも、その生え方がちょっとやばかったんですけどね。コンクリートとコンクリートの間に挟まったような状態で、絶対これ人が植えたもんじゃないだろうっていうふうな形で生えてたんですね。で、最初、同じように生命力が強い禁煙種として、長引き投げしっていうのがあるんですけどもね。それは、春に結構いろんなところで見かけるようになっちゃったんですね。で、それと、基本的には増え方は一緒で、おびただしい種ができるわけですよね。それで、あちこち拡散しちゃってるっていう風な
状況になります。まあそれが、例えばまあ、長身ヒナゲシの場合は、アレロパシーって言って、他の植物の成長を抑えるような物質を地面に巻きながら広がりますので、とにかく恐ろしい繁殖力なわけですね。それで、厚身ゲシも、結局同じような感じで広がっていきますので、で、ちょっと花の色が違うなーっていうような感じで見てたわけなんですけども、それで調べてみたら、モルヒネが入っているような、そういうふうな危険なものだっていうことなので、警察に通報しました。それでその警察と一緒に行って、まあ、駆除したんですけど、その場面も撮りたかったんですけど、警察から怒られまして、そういうものを警察と一緒にやってるところは、ダメですよっていうような感じで言われちゃったんですね。ですので、咲いてる状態しかちょっと撮れなかったっていうのがあります。あと、それは同じようなことは保健所の人にも言われたんですけども、まあ、そういうふうなことですね。それで、まずは住宅地に見つけた後に、今度は自宅の近くで見つけちゃったんですね。それで、自宅の近くの場合は、今度は群生してたんですね。それで何本も生えていたので、これはちょっと、結構定着しつつあるなっていう、危機感がちょっとありましたね。それでこれが駆除した時の、まあ、映像で全体ですね。厚みぎし全体をちょっと映したものなんですけど、まあこれぐらいの大きさに成長するわけですよ。それで、まあ触ったぐらいでは別に全然どうもないんですけども、これから薬物を抽出してっていうようなことをやっちゃいますと、それこそお縄になっちゃいますので、まあ、見つけたらとにかく通報ですね。それが大事になってまいります。それからですね、あとは電車に乗ってた時なんですけど、車窓からいきなり視界に飛び込んできちゃったんですね。この厚みゲシが線路のバラストのところに生えてたんですね。なんでこんなとこ生えてんのみたいな感じで、まあ結局動体視力が私の場合良かったんでしょうね。それで見つけてしまったと。まあ結局、長身ヒナゲシと混在して生えてまして、まあそれをしょうがないのでまた警察に来まして、今度はまた違う市なんですけども、自治体によって管轄するのが違いますからね、警察ってね。まあそういうことで刑事さんにまあご同行願いまして、それでここにありますよっていうことで案内しました。まあですので結構生活圏に入り込んでますよね。住宅地もそうなんですけど、例えばこのバラストのところに入り込んで、さらに拡散するとなると、まあ、結構広がっちゃいますよね。で、このバラストのところは、線路の南側なんですけども、線路を挟んだ北側のところですね。そこに最初あったらしいんですね。それは警察の人が言ってました。南側にもあったのかみたいなことを言ってましたけども、まあそれで、やはり定着しやすいんでしょうね。この土地がね、そういうふうな、まあ、条件的にはね。まあ、それで、とにかく駆除しました。それから、まあ、あとですね、ポピーってありますけども、ポピーと割と似たような見かけで、袴鬼ゲシっていうのもあるんですね。まあ、結局、葉っぱの形の違いで見分けるしかないんですけども、まあ、そういったものもあるということで、だから結局、その、ポピーっていうのは、うがい化された改良種なんですけども、ですので、まあ、害はないんですよね。それで、葉っぱの形が、とにかく切り込みがたくさん入っているっていうのが栽培品種の特徴でもありますので、まあ、花の形は正直言って分かんないです。色とかなんかよく似てますので、ですけど葉っぱの形で最終的には判断するっていうような感じになりますね。ともあれちょっとびっくりしたのは確かなので、身近にこんなものがあるんだなっていうようなことで見つけたら皆様も警察なり保健所に届けるなりして、それで拡散を防止するようにしましょう。悪用する人出ますからね、必ずね。はい、ということでございました。いかがでしたでしょうか。勉強になった、あるいは面白い、それから役に立つ、まあそう思われた方はこの情報をいろんな方とシェアしてみてください。お友達とか知り合いとか家族とかいろんな人にシェアしていただいて、それで情報を共有拡散していただければと思います。もちろんチャンネル登録もお願いいたします。あと高評価いいねボタンも合わせてお願いいたします。それでは本日は失礼いたします。